ウィリアム・アレグザンダー・ルイス・スティーブン・ダ・グラス・ハミルトン、KT は、スコットランドの貴族。第12代ハミルトン公爵及び、第9代ブランドン公爵。1864年より、フランスの第2代シャテルロー公爵。第11代ハミルトン公爵とその妻で、バーデン大公カールの娘であるマリー・アマーリエの、間の第一子、長男として、 ロンドンベイズウォーター地区のこのオートプレイスで生まれた。イートン校を経て、オックスフォード大学のクライストチャーチ学寮で学んだ。非常に屈強な体格の持ち主で、若い頃はボクシングに、その後は競馬やヨット競争に熱中した。乗馬などの趣味に金をつぎ込み、1867年にグランドナショナルで所有していた、コートルビンという馬が優勝するまでは、 経済的に破滅する寸前だったという。1864年に、母方の親類にあたるフランス皇帝ナポレオン三世は、1548年に、フランス王アンリ二世が、スコットランド摂政の第二代アラン伯爵に授けた、シャテルロー公爵位を復活させ、第十二代ハミルトン公爵にその爵位を授与した。1873年12月10日、 キンボルトン城において、第七代マンチェスター公爵の娘、メアリー・モンタギューと結婚した。公爵夫妻の間に生まれた一人娘の、メアリー・ルイーズは、第六代、モントローズ公爵の夫人となった。1895年に、男子のないまま死去し、爵位は、第五代ハミルトン公爵の弟の子孫にあたる、アルフレッド・ダグラス・ハミルトンに引き継がれた。ありがとうございます。